どうも、今回紹介するのは1月から開催予定だったラッシュデュエルのイベントでもらえる、参加するだけでもらえるバトルパックボリューム1っていうパックの中身にちょっとこういいカードがあるので、それを紹介したいなと思います。コロナの関係もあって結構楽しみにしてた部分ではあったんですけど、まあこれはしょうがないね。このファプタ激推しの画角は僕の単なる趣味ですので気にしないでください。このバトルパック2枚入りみたいで、一番いい当たりとしてはエルフの剣士、懐かしいね、エルフの剣士のウルトラレアスペシャルレッドバージョン、一番当たり赤文字のエルフの剣士、これも当たったらいい値段がつきそうなカードですね。メカファルコン、懐かしいね、こういったのも入ってて、トラップカード、水属性強化のトラップカード来ました。これは水属ではなくて水属性なので、僕の好きなグランガノスデッキにも入れれるかなっていう感じのカードですね。アキュアショット、相手モンスターの攻撃宣言時に自分の水属性モンスター、墓地の水属性モンスター1体選んで、選んだモンスターのレベル ×100 回復して、そのレベル ×100 ダメージを与えるっていうカードですね。なのでちょっとした足しにしかならないんですけど、今のところマキシマムモンスター、水属性のマキシマムモンスターも出てるわけじゃないので、まあ、グランガノスでも8レベルなので800回復と800ダメージっていう、例えば守備表示モンスターを攻撃された場合には単純に800回復できるっていうのも、まあ一つ強いかなと、いいトラップカードが増えましたね。次、これは一応サイキック属系のカードかな、汎用性は高いですね。最高な埋葬、1000ライフ払って自分のデッキの上からカードを2枚墓地へ送る、相手フィールドのモンスターが3体の場合さらにもう1枚墓地へ送れる、なので最大3枚送れます。僕これ椅子デッキに使えるなって思ったんですよね。ただ椅子デッキの弱点の火ダメがでかいっていう弱点をさらに加速させるような条件なので1000ライフ払うっていうのは、そこがまあまあうまいこと組めたら強いのかなと。で、僕が一番うわこれは絶対に3枚ぐらいは欲しいって思ったカードがネクメイド7、レベル5のモンスターですね。光属性でアンデッド族、かわいい、このヤンデレな感じの、単純にゾンビなんだろうけど、自分フィールドのこのネクメイド7を墓地へ送ってレベル7の墓地のモンスターをデッキに下に戻して2ドロー、メインアタッカーのカードたちが死んでいったらどん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 下級モンスターばっかりになっちゃって自利品っていうバトル展開が続くので、それを少しでもこうサポートできるいいカードかなと。あと単純に2ドローもできる、これはすげえ強えなって思いました。だからこれはぜひね欲しかったんだけど、ちょっと延期になったということで、イベント再開情報が来るのを心待ちにしたいなと思ってます。今回は本当だったらみんなもう手に入れてるはずのカードたち紹介させていただきました。ちなみにこのメイドインアビスも面白いのでぜひ読んでください。メイドインアビスいいなと思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ゾス。